皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。8月14日、今日も一日寒いですね。本当に雨もねすごい降って、昨日の夜も警報とか出てたりとかしてて、まあ本当に8月なのかなというね、こんなに寒い夏ってあんまり経験したことがない、なんかストーブつけたくなるような、そんな寒い一日でしたけれども、皆様いかがな一日だったでしょうか。今日はですね、私ミセスジャパンの、まあ、当日ドレスを着て、ウォーキングをしたりスピーチをしたりするんですけれども、そのドレスをですね、来週誕生日ということで、お誕生日プレゼントに、ね、プレゼント旦那様がしてくださり、今日いいねドレスとの出会いがあって、買ってきました。お楽しみにしててくださいね。なんかね、少しでも楽しいこと見つけてね、ハッピーに過ごしていきましょう。一日一曲、今日はですね、歌詞に夏がついてる曲を歌いたいと思います。ゾーンさんのシークレットベア、BASE、 君がくれたもの、これなんて英語読むんだろうシークレットベース、君がくれたものを歌いたいと思います。はい、今日もちょっとマイクを使って歌いたいと思います。本当はね、外でね、今ね、ひまわりが綺麗なんでね、ひまわりをバックに撮影したいと思ってるんですけど、まあこの雨じゃなかなか難しいので、誕生日までに晴れてほしいなと思っているんですけれども、はい、それでは聴いてください。ゾーンさんでシークレットベース、君がくれたもの。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、最高の思い出を作りたいですね。ね、ありがとうございます。今日も一日一曲、それで今日は159日目ですね。はい、159日目の一日一曲でした。ぜひ松かなチャンネル登録まだしてない方はぜひよろしくお願いします。あとですね、まあ、リクエスト、これを曲歌ってほしいっていう曲がありましたら、リクエストの方もお待ちしております。8月の22日の夜8時からはですね、YouTube の配信ライブの方にチャレンジしますので、どうぞよろしくお願いします。あとですね、そう、私ね、 CD もね発売しております。ここにね、これはキャンピングカーで、セカンドアルバム、そうなんですけれども、
CD が3枚ほどあって、あと写真集もございますので、もし欲しいという方は私にダイレクトメールとかメールをいただければやり取りして送りたいと思います。もちろん手紙とサインをつけて送りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとですね、ミセスジャパンの方のチケットも販売しておりますので、ぜひ応援に行きたいという方は、9月の25日ですね、大会がありますので、そちらのチケットの方も、よろしくお願いいたします。お願いばっかりですけれどもね皆様の応援があって、松本かな子歌わせていただいております。これからもどうぞよろしくお願いします。今日も一日ありがとうございました。松本かな子でした。また明日もよろしくお願いします。